1だけじゃなくて2なんです自分でやって。そうだよね、やっぱり欲しがってたんだよね、いろ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 欲しがってたんだ。だけど、まあいいね。残念といえば残念なことばっかりだけど、どう言えんだろうな。欠けてるものがいっぱいあって、それをどうかき集めたり作ったり穴埋めしたりしながら、でも昔からやってたからね、そういうこと。でもやっぱり欲しかったのかな。じゃあ残念だな、残念なことばっかりを思い出すか。残念がってばかりだと言えばいいだと言えるけども、しかしいつもね、いつもやっぱり欲しがってたんだろうな、求めてるって言ったらなんとなく翻訳帳で嫌だけど、でも求めてたものはいっぱいあった。そう、そう、その気分があったし、でもそれ言葉にすると美しすぎたんだよな。聞いた風寒く刈り落ちて、水面も山もいて月の思い果たせぬことごとよ、よ人よ歌え、キリギリス。それだってセンチすぎるからな。センチすぎるものはセンチすぎるね。どうもちょっとぴったりこないところまでね。最初にじゃあ欲しがったものは何だろう、最初に欲しがったのはやっぱり母親だったりしたんだろうかな。兄貴たちいっぱいいたからな。あ、そうだそうだ、お祭りだよ、お祭りで貧しすぎていろんなもの欲しいんだけど見るだけという、この見てる時の気持ちなんて欲しがってる切なさあったよな。それがいいのかもしれない。
でもドロンドロンドロンだよ、カッパだよ、カッパ、カッパ何様、カッパ様。